たいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、じゃあ大事なものをご覧さんからご質問お願いします。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちはどうですか？いや、もう素直に嬉しいのと、ほっとしてるのと、はい。久しぶりの大阪の大臣、どうでしたか？めちゃくちゃ緊張したんですけど、はい、やっぱ試合に至るまでライジンに出るっていうとたくさんの方が喜んでくれるので、はい、いやー、嬉しかったですね、はい。今回戦うにあたって、MMA 相手が初挑戦っていうのと、もともとこうレスリングをやってたと思うんですけど、なんか対策などは見られましたか？いや、もう対策はほぼせず、はい、自分のやりたいことを、自分の試合をするってことに集中しました。うん、今回戦ってみてどうでしたか、相手の印象は？やっぱり初めてなので、はい、ローキック食らうのも初めてですし、はい、膝食らうのも初めてだと思うんで、うん、やっぱり自分の方が、まあ、やる前からもうそうだったんですけど、有利なんですけど、やっぱり、はい、うん、ずっと目が死んでなくて、うん、すごいなと思いました。はい、はい、もう全然次やったらどうなるかわかんないです今後の展望などはありますか？いや、もう特になくて、はい、そうですね、また、うん、引き続きコンディションよく、まあ、もし太田選手が自分とまたやりたいって言ってくれた時にいいコンディションで受けることができたらいいなと思います。なるほど、わかりました。ではまた楽しみにしてます。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。くるみさん、ありがとうございました。あ、くるみ選手、引き続き、はい、ご質問、あ、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、お疲れ様でした。思っていた以上に、高尾秀夫らしい試合になったという印象があるんですけれども、その要因というのは、ご自分ではどのように考えられていますか？もう要因はもう本当に、まあ、いい練習をできたというのと、今日勝間さんと神奈さんが、まあもう本当に僕を動かしてくれたっていう、ケツ叩いてくれたっていうのが、うん、自分らしい試合ができた要因だと思います。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、じゃあこちらで。すいません、フジテレビですけれども、事前の VTR でお子さんにパパのやっぱいいところ見せてあげたいみたいなインタビューがありましたが、まあ、まだお話になってないですよね、お子さんとは。まだ会ってないです。ですね、どんな言葉をかけてあげたいっていう思いますか？まあ、まずは、まあ、パパ、分かったとか、かっこよかったとか、そんな感じで、そうですね、まあ、とにかく、うん、まあ、まだ僕が勝った、負けたは分かんないと思うんですけど、記憶に残ったらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方は？入場時に、お二人に肩を抱かれて、涙を流して台湾に見えるんですが、その時、試合前だったかと思いますけど、どんなお気持ちでしたか？いや、振り返ってみると一人でリング上がれない子みたいな感じで恥ずかしいんですけど、まあいいっすよね、青春ですよね、はい、すいません。わかりました。その他ご質問ある方、はい、ペラ選手、お願いします。お疲れ様です。まあ、新しいスタートを切りたいと試合前におっしゃってましたけど、いいスタートは切れませんか？そうですね、もう今日勝てれば何でもいいかなとは思ってたんですけど、まさかやっぱ一本でしっかり太田選手からタップ取れたっていうのはすごくいいスタートになりました。スタートを切ったのはいいんですけども、じゃあそのゴールはどこにあるんですか？それを探しながら走りたいと思います。はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、皆さん後ろお願いします。お疲れ様です。今日戦った太田選手
手なんですけれども、具体的にこうどの辺が嫌だったとか、あとは今後どういうところをこう磨いていけばもっと強くなるとか、そういったところ、具体的なところってありますか？僕がこんな偉そうに言うのもなんですけど、まあ、攻撃の一個一個がやっぱり力強くて、鋭かったっていうのと、まあ、自分はグラップラーなので寝技のことで言うと、ちょっとそうですね、いっぱいもっとスパーリングできたらもう本当に次やったら全然違う結果になると思います。他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、すみません、試合の中で、バスターを食らう場面が何度もあったと思うんですけども、もう相手は対策を割に絞っている感じ、もう狙われたらあれをやろうってしてきている感じというのはありましたか？そうですね、もう十時の体勢になるのはもう仕方がないから、そこからバスターで外そうっていう感じなのかなっていう感じはしました。それに対して焦ることはなかったですか？一発目はちょっとさすがに焦ったんですけど、はい、あとはそうですね、落ち着けたですかね、はい。あとさっき友情のことを青春ですよねとおっしゃってましたけど、それは青春を思い出すというよりかはもう今まだ青春っていう感じですか？そうですね、ちょっと青春やらせてもらっちゃってて、はい、本当にありがとうございますって感じです。はい、他はご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？大丈夫でしょうか？はい、それでは最後に立っていただいて写真撮影をお願いします。マイクをお願いします。